ニコライ・ロスラベッツ、ニコライ・アンドレイ・ビチ・ロスラベッツもしくはニコライ・アンドレイ・ビチ・ロスラベッツ、ラテン、文字転写、ニコライ・アンドレイ・アビッチ・ロスラベッツ、1881年1月4日、ロシア帝国、チェルニゴフ県スラージ1944年8月23日、ソビエト連邦、モスクワは、ソ連建国期の重要なモダニズムの作曲家、音楽理論家、 ロシアアバンギャルドの作曲家の一人として前衛的な創作活動を行い、ソ連用ランにおいて西側の新音楽を積極的に擁護した。また、シェーンベルクとは別にロシアにおいて独自の十二音技法を発展させた作曲家であると見られたこともあるが、彼の作曲技法を十二音技法とするのは適切ではないという指摘もあり、現在ではそのような見方は 一般的ではなくなっている。商品を含めて、数多くの室内楽曲、5つの弦楽四重奏曲、6つのバイオリンソナタ、2つのビオラソナタ、2つのチェロソナタ、5つのピアノ三重奏曲などを残したほか、2つのバイオリン共奏曲と5つの公共う内3曲は紛失を手掛けている。1930年代以降は弾圧された。 ロスラベッツによる三つの自助伝は、互いに食い違っている。そのうち1924年に出版されたものは、プロレタリア音楽家同盟から攻撃されまいとして、自身の生涯をかなり客色している。公文書の資料によると、ロスラベッツは、ドゥシャトゥイン、ダセティン生まれでもなければ、貧動の出自でもなかった。1890年代は、このトップやクルスクの鉄道で駅員として勤務し、 クルスクのアルカディア・バザの音楽教室で、バイオリンやピアノ、音楽理論、火星法を学んだ。1902年に入学許可を得て、モスクワ音楽院に進み、バイオリンをヤン・フジマリーに、作曲法をセルゲイ・ワシレンコに、単位法、フーが、学識論をミハイル・イッポリトフイコール、イワノフとアレクンドル・イリーンスキーに指示。1912年に、バイロンの劇的な因文。 天と地に基づく神秘劇により、銀メダルを得て、音楽院を修了した。1910年代において、ロスラベッツの作品はの機関誌において発表され、数点の楽譜が未来派の美術家によって想定された。1917年以降は、アルトゥール・ルリエやカジミール・マレービチ、フセボロド・ドメール・ホリドラと共に、ロシアにおける、左翼芸術の最も著名な人物の一人となった。 イエレーツやハルキウ、モスクワでバイオリンや作曲法の教師を務め、ハルキウ音楽学校の工場にも就任した。国立出版局に職を得て、雑誌、音楽文化を編集し、また、ソ連現代音楽協会、悪夢の指導者の一人となった。音楽学者としては、専門会式を求めて、ロシアや西欧の古典音楽や、新しい音楽の中でも、 最上の作品のために戦い、音楽とイデオロギーとを同一視することの俗悪さを批判した、その一例は論文、セ・プロレタリア音楽についてに匹敵されている。アーノルト・シェーンベルクのガツに疲れたピエロについて、最初のロシア語論文を執筆したのもロスラベッツである。このためロスラベッツは、1920年代のプロレタリア音楽運動の最中に、とりわけ、 ロシアプロレタリア音楽同盟、ラパムとプロコル、プリコル、モスクワ音楽院の学生創作集団によって、正された。ロスラベッツは、反革命的で、ブルジョア的な芸術家であり、プロレタリアには、縁がないばかりか、形式主義者にして、であるとされ、アマツサエ1920年代末から1930年代初頭に、かけては、トローツキストの、怠け者などと呼ばれた。 1928年に、モスクワのロシア革命10周年、記念演奏会において、ロスラベッツのカンタータ、10月が上演される。1930年になるとロスラベッツは、プロレタリア音楽家同盟によって、モスクワ作家同盟が、軽音楽を普及させて、反革命的な作品が蔓延するのを擁護したとして、非難されている。ビクトル・ベイルイ、アレクサンドル・ダビデンコ、ユーリ・ケルドイシュ。 セミョン・コーレフ、ザーラ・レイビナ、ゲオルギー・ポリアノフスキー、アレクセイ・セルケエフ、ボリース・シェーフ・テルラが死亡した、ロスラベッツ事件のせいで、最終的に公職追放の浮き目を見て、結果的に2年にわたって、政治記者として職務に就くことを禁ぜれた。ロスラベッツは、身の安全を守るために、過去の政治的な過ちについて、自己批判を行った。 1932年から1933年まで、ウズベクソビエト社会主義共和国の首都タシュケントの歌劇場に勤め、1933年にモスクワに戻ると教育や臨時の仕事をこなして、生計を立てた。政治的な粛清の犠牲者となったロスラベッツは、残る人生にもはや公的な地位を得ることができなくなっていた。ソ連作曲家同盟に加盟することが許されず、 代わりにソ連音楽基金に加入した。1938年にはプロレタリア音楽家同盟のかつての同人たちがそれまでにロスラベッツについてデマを流していたためにロスラベッツに対して懲罰的な陰謀が計画されている。ロスラベッツは1939年に重篤な脳卒中を患って半身不随となり1944年に二度目の 発作の後で池を引き取った。最後に出版された作品は1942年に公表された歌曲であった。ロスラベッツはまだ学生時代にロシア未来派によって巻き起こされた盛んな芸術論争に参加しており、カジミール・マレービチやアリスタル・フレントゥーロフ、バッシーリー・カメンスキー、ダビット・ブルリュークらの美術家と近しかった。ロスラベッツがアレクサンドル・スクラービンと その神秘和音に深く影響されて独自の音楽語法の語を始めるのは遅くとも1907年のことである。そこからロスラベッツは合成和音に基づいた音組織の新しい体系を提唱するに至る。この新たな体系とは水平方向にも垂直方向にも楽曲の素材となる音組織を含むものである。その発想はアーノルト・シェーンベルクの十二音による 音列技法に近い。1915年2月に発表されたヴィアチェスラフ・カラトゥイギンの論文によると、ロスラベッツは時にロシアのシェーンベルクと呼ばれたというが、それでも1914年にいち早く、ニコライ・ミアスフスキーがロスラベッツの作風のロシア的な性格について力説している。音楽評論家のイフゲニー・ブラウドは1925年に発表した論文において、 ロスラベッツをロシアのシェーンベルクと呼ぶことは、シェーンベルクをドイツのドビュッシーと呼ぶのと同じくらいに役に立たないと説いた。ロスラベッツは1920年代になると簡素化しすぎるというのでスクリアービンを批判したものの、音組織の新体系は何よりもまず、レオニード・サバネーエフによって構成に伝えられたスクリアービンの発想や着想に触発されているのである。ちなみに、サバネエフは、 スクリアービンともロスラベッツとも親しい間柄だった。音組織の新体系は全12音の半音階を管理するものではあるのだが、ロスラベッツの合成和音のほとんどが6音から9音までで構成されている。1920年代にロスラベッツは新しい教育原理に磨きをかけながら、音組織の新体系を発展させ、対法やリズム法、 音楽形式を取り込みつつその体系を拡充した。ロスラベッツの初期の歌曲や室内楽曲において早くも、これらの音組織が拡張された調整や自由な無調整に組み合わせられ、随所で繰り広げられている。この新体系の成熟した形態は、1913年から1917年にかけて作曲された楽曲に典型的である。すなわち、悲しい風景。 1913年、声楽とピアノのための3つのコンポジション。1913、弦楽四重奏曲第1番。1913年、声楽とピアノのための4つのコンポジション。1913年から1914年、ピアノソナタ第1番。1914年、ピアノソナタ第2番。1916年、エドアルト・ババジャンによる復元などが挙げられる。 ボリシェビキ革命の後で、ロスラベッツは、カンタータ、10月、1927年や、おびただしい数の歌曲などの作曲によって、革命のためのプロパガンダ音楽に、重大な貢献を果たした。しかしながら公共史、コムソモール総会、1928年には極度の、職人芸と非常に複雑で、極めてモダンな作曲技法とが見られ、 ソ連のプロパガンダ芸術作品の単純化された規範とはかけ離れたのとなっている。多種検討では一時的に民用素材による創作になびき、中でも最初のウズベク・ゴバレー、メンカを手掛けている。モスクワにおける最晩年の作品群は特徴的な音楽語法の単純化を示していて、 例えば、バイオリンとピアノのための24の前奏曲に見られるように拡張された調整概念を受け入れてはいるが、それでもなお専門的である。ロスラベッツの後任の作品のうち、室内公共曲1934年から1935年は、後期における音組織の新体系の頂点の実例に他ならない。ロスラベッツの死後間もなく、その住居が、 プロレタリア音楽家同盟の元同人によって書き回されて多くの思考が没収された。幸運にも未亡人が多くの思考を隠し寄せた。これらの原稿はその後、ロスラベッツ未亡人からソ連中央文芸資料館、現在のロシア国立文芸資料館の前身に譲渡された。ロスラベッツの愛でシピー、テプロフもいくつかの思考を保管していた。それらは現在、 プリンカ国立中央音楽博物館に所蔵されている。デプロフによると、ロスラベッツの死後その敵対者がロスラベッツの思考を、あさって、いくつかを破棄したという。1967年に、作曲家の名エフロシーニャロスラベッツが、おじの名誉回復に向けて、最初の行動を起こした。エフロシーニャのおかげで、ロスラベッツが政治的な抑圧に屈しなかったことが、命ラにされた。 この重要な第一歩は、ロスラベッツが拘束された人民の敵の一員であることを口実にして、ロスラベッツ作品の上演を拒否することが正当化されるという情勢を改善するにはいたら、ロスラベッツの作品は発禁状態であった。1967年には、グリンカ博物館の職員、ゲオルギー・キルコルが、エフロシーニャ・ロスラベッツが博物館の利用者賞を入手することを拒否した。 キルコルは、ロスラベッツは、人民にとってはよそ者だと言い切り、ロスラベッツが、塩の領域に関わっつらっているとなじった。この特権論な非難は、ロスラベッツの親友で、ソ連の旧敵であったレオニード・サバネーエフが、ユダヤ音楽の擁護者であり、ソ連現代音楽協会も、またユダヤ人作曲家を擁護したという事実が、元に言っている。1970年代後半には、親戚に、 イスラエルの建国者の一人がいるというだけの理由で、ロスラベッツ研究家のマリーナ・ロバノバも、シオニズムの活動家として非難され、処断された。1967年には、ソ連作曲家同盟の主要な幹部であった、バーノ・ムラデリとアナトーリー・ノビコフに加えて、同同盟の主席ティホン・フレンニコフが、エフロシーニャ・ロスラベッツとの面会を拒んでいる。30年もの間、ロスラベッツの名は、 音楽辞典から抹殺され、ソ連の落書きにおいては滅多に言及されることがなかった。ペレストロイカが始まってからでさえ、音楽学者は、ロスラベッツの作品は、それが書かれた五千符ほどの価値もないといった否定的な評価しか知らされていなかった。ロスラベッツの名は、1978年になって、否定的な文脈の中で、ソ連の音楽辞典に再登場した。ロスラベッツに対する、 極めて否定的な当局の態度は、次のような論調にも監視される。すなわち、ロスラベッツは我らの敵だ。ロスラベッツという作曲家は、その作品が書き付けられた紙ほどの価値もない、ロスラベッツの墓を破壊せよなどである。西側では、デトレフ及び、1934年から2008年が、長きにわたって、ロスラベッツを擁護する論人を張った。呼びは、 その活動ゆえに、ソ連作曲家同盟の役員の手引きによってたびたび、フレンニフの個人攻撃を受けただけでなく、ロスラベッツを白眼視する連中やその同類に加えて、音楽雑誌、ソ連邦の音楽からも攻撃された。1989年までご呼びは、抗戦的な反響主義者として、ペルソナノングラータ扱いであった。あるジャーナリストが、ソ連人ジャーナリストにご予備の論文の写しを、 送ったところ、ソ連の関係によって押収されている。五曜日は、ソ連邦のビザを取得することが認められていなかった。結果として五曜日は、必ずしも正しい情報を含んでいるとは言えない二次資料を、頼りに、研究せざるを得なかった。例えば五曜日の出版物のいくつかは、ロスラベッツを、ウクライナ系の出自とするなどの憶測が含まれている。それらの当てずい量は、他の執筆者によって、 無批判に復写されたために、ロスラベッツについて、あれや、これやの神話が広まる土台となった。1980年12月27日に、マルク・ミルマンの室内楽愛好会において、マリーナ・ロバノバの司会による演奏会が行われ、そう一部は、ロスラベッツ作品の特集に充てられた。エディソン・デニソフによると、ソ連作曲家同盟の指導者たちが、 ロスラベッツ作品のみの演奏会を禁止したからだと言う。ロバノバが1983年に保管資料に基づいてロスラベッツ独自の論的な観念についての最初の出版物を世に問うた後参加を禁止されていながら1984年のミラノの国際会議現代音楽においてロスラベッツの音楽理論体系について講演を行うと ソ連作曲家同盟を牛耳る役員は、西側との不法な接触ゆえに、ロバノバを非難し、モスクワ音楽院は、ロバノバの解雇だけでなく、ロバノバの学位と調査権の剥奪をも企てた。間もなく当局は、ロバノバに対し、報復措置として、精神威嚇を用いて反抗的な異常者と、決めつけようとした。1989年に、エフロシーニャロスラベッツは、 基本フレンニコフのソ連作曲家同盟からの独立を宣言したばかりのモスクワの作曲家団体に対して、ロスラベッツの作品を復元して出版することと、ロスラベッツの墓を元通りにすることを要求している。彼女が公式にその任務を委ねたのが、マリーナ・ロバノバだった。1990年、非合法組織との葬儀も含む長い戦いの末に、 モスクワの作曲家団体の長であったゲオルギー、ディミトリーエフのおかげでロスラベッツの墓所が突き止められると、エフロシーニャのお墨付きを得たロバノバの計画に従って、破壊しが立て直された。1989年に、モスクワの出版社、ムズイ,イカが、ニコライ・コプチェフスキーの編集によって、ロスラベッツピアノ曲集を出版したが、作曲者生前の印刷ミスも復刻していた。 ユーリ・ホロポフによる同局集の序文がエフロシーニャ・ロスラベッツの怒りを買った。エフロシーニャはグリーンカ国立中央音楽博物館館長とムズイカ社重役並びにソ連邦の音楽の編集士官に当てた1990年1月28日付の手紙の中で中傷やロスラベッツの肉親にとっての不名誉、保存資料やロスラベッツの創作についての誤った。 情報などに対して抗議している。エフロシーニャが特に目をつけたのは、ロスラベッツの創作力や保存文書の状況についてのデータであった。彼女の見方からすれば、保存文書が混乱した状況にあるとか、遺族が無頓着であるとかとする説明は、あるいはロスラベッツの遺産を荒らし回ったり、その後にその価値を歪曲したりしてきたことの言い訳になりかねなったのだ。 ロシアアバンギャルドの有名な研究者、ニコライ・バノビチ・ハルジエフは、1990年12月5日、発信のロバノバーテの指針の中で、ホロポフの序文について、エフロシーニャ・ロスラベッツと同様に、かなり辛辣な意見を表明している。エフロシーニャは、ソ連邦及び、ロシアでの出版を拒んだ後で、すでに、グリンカ博物館の指摘文書を利用できないように、していたにもかかわらず、 自分の書簡の一つを1995年にドイツで発表した。1989年にマリーナ・ロバノバは公文書の中でロスラベッツのバイオリン競争曲第一番を発見した。その奏譜は1981年にプーチナというモスクワ音楽院の学生がエディソン・デニソフの指導のもとに作成した卒業論文の中で散逸したと断定していたものだった。 出版社、ルシャン・デュー・モンドの注文により、デニソフが1927年に出版されたピアノフに楽器配置を実施しようとした。しかしながら、送付の発見によって、この計画は取り消された。バイオリン競争局第1番は、間もなく1989年11月18日に、ヒョードル・グルシェンコの式とタチアナ・グリンデンコの独奏によって、世界初演を迎えている。 ロシア音楽新報、1989年度第12号、8ページの記事は、発見者が誰かについての汗を流した。同志は、後日、ロバノバに対して、遺憾のよう表し、訂正記事を出している、1990年度第5号、4ページ。同年モスクワで行われるはずだった、ロバノバが復元した、公共誌、新月の瞬間の世界初演は、 横槍にあっている。用意された苦心の楽譜がソ連音楽推進事務局から消えたのである。世界初演は1990年6月14日にザールブリュッケンにおいてハインツ・ホリガーの指揮とザールブリュッケン放送公共楽団の演奏によって実現を見た。ロバノバは世界初演に立ち会うことはできなかった。楽譜出版社ショットの公式な招待にもかかわらず、 ソ連作曲家同盟の外交委員が、ロバノバの旅行を禁止したためだった。ロスラベッツ初期の渦漏れた作品の発見と紹介に、加えて、ロスラベッツの遺産の出版が始まったことは、ロスラベッツ復活の症状であったにもかかわらず、ソ連の現代音楽の作曲家の中にも、ロスラベッツの作品にはまるで興味を覚えないと、主張する人たちがいた。 例えば、ロシアの前衛音楽の伝統を発見するために、打ち出された包括的な討論会オイデルベルク、1991年11月1日の席上で、ビクトル・ススリンが、ロスラベッツ作品など自分にとってはどうでもいいと、きっぱり明言し、エレーナ・フィルソバが、ロスラベッツの楽曲には興味がないと力説したのも、そういう次第である。 新月の瞬間とロスラベッツの試作品を抱き合わせて上演することが一時的に流行し、2000年のハノーファー万国博覧会においては、エーベルハルト・クローケの式で、また2009年3月下旬には、スイス主要都市においては、ファブリス・ボロンの式とバーゼル・シンフォニエットがロスラベッツの自作の詩を添えて上演した。反著作権団体として、のポータルサイト、 パイレイとベイはハインツ・ホリガーが指揮した音源による新月の瞬間などロスラベッツ作品を数定インターネットユーザーに提供していい。最近では民族主義的な目的のためにロスラベッツの作品を利用しようとする風潮が見られる。このような思惑は自身をコスモポリタンな芸術家と述べていたロスラベッツの考えを裏切るのである。現在では ロスラベッツの最も重要な作品がマリーナ・ロバノバの皇帝によりマインズのショット社によって出版されている。この皇帝府はロスラベッツの遺産の忠実な再演を目的としている。この出版府のかなりの部分がかつては編集用の準備が必要な状態で文書化されて保管されていた。それ以外の部分は作曲者自身によって仕上げられた楽曲か、もしくは原曲に 忠実な復元であるとみなされた楽曲に基づいている。生前に作曲者によって発表された作品を再発行する際には印刷ミスは修正されている。出版計画は終わりにはほど遠く、多くの楽曲が印刷を待っている。1991年にルシャン・デュモンド社は、ロスラベッツの7つの未発表作品をアレクサンドル・ラスカートフが紛れもなく完成させたと宣言した。 その7曲とは、連作歌曲集、アレクサンドル・ブロークをしのんで、公共し、新月の瞬間、弦楽四重奏のための音楽、ビオラとピアノのためのソナタ第1番、1925年、と、第2番、926年、ピアノソナタ第6番と、室内公共曲、1926年並びに、バリトンと打楽器のための歌曲、とおた,たけであるとされた。実のところ、 連作歌曲集、アレクサンドル・ブロークを忍んでと公共し、新月の瞬間は、ロスラベッツ自身が完成している。ピアノ・ソナタ第6番の保管資料には、集結部が含まれておらず、ロスラベッツの作風に忠実な再構成を不可能にしている。弦楽四重奏のための音楽は、鉄像に他ならず、ロスラベッツが書いたこともなければ、書こうともしなかった類の楽曲である。 シャンデューモンド社の事業計画書において宣告されていた1925年のビオラソナタ第1番は実のところはロスラベッツが完成させようはしなかった装甲である。下書きだから仕上げる必要がなかったのである。ルシャンデューモンド社の目録において誤ってビオラソナタ第2番と呼ばれている本来のビオラソナ第1番は1926年に ロスラベッツによって完成された後、マリーナ・ロバノバによって復元され、保湿された。新作のビオラ・ソナタ第2番は、シャンデュ・ボンド社が力説しているような1926年の作品なのではなくて、1930年代の作品である。こちらは、ロバノバが復元する必要はなかったが、ロバノバが出版した。 シャンデュ・ボンド社の目録に載っている1926年の室内公共曲もロスラベッツが完成させようとしなかった奏功である。奏功からは全体だけでなく部分さえもロスラベッツの作風に忠実に再構成することができない。ラスカートフが用いた楽器編成は怪しいものである。ハープやピアノや打楽器群が指定されない譜面は ロスラベッツの様式的特徴とは全く相入れない。ロスラベッツの新作の室内公共曲1934年1935年は事実18楽器のために作曲されているのだが1926年の倉庫はさらに小編性が取られている。以上の情勢からロスラベッツの遺産の調査研究と普及は混乱してひどく作綜したものとなった。 ビオラソナタと、その録音については重大な誤解が起きている。フランスハルモニアムンディレーベルの CD、ロスラベッツ室内楽曲集には、ビオラソナタ第1番及び、第2番を収録と歌われているが、実際に収録されているのは、ラスカートフ版の第1番、ラスカートフの編曲による1925年の、未完の奏功と、ロスラベッツが完成させた第1番であり、 新作の第2番は含まれていない。また、ロスラベッツの新作の第1番は他人が保筆する余地は全くなかったのだが、CD のブックレットは正反対の解説をしている。公共紙、新月の瞬間やその他のロスラベッツ作品の復元についての情報は音楽評論家によってルフされた。例えば1990年にジェラード・マクバーニーは音歌。 新月の瞬間について未完の送付のスケッチに依拠してラスカートフが完成させたと伝えている。ところがロスラベッツ本人によって作品は完成されており、その復元はほぼ完全なパートフに基づいてロバノバが実現し、欠けているパートを送付のスケッチに基づいて再構成したのもロバノバであった。アンナ・フェレンツは1992年にロスラベッツの 名誉回復の事情を伝える際に、アレクサンドル・ラスカートフの公共史の再構成に触れている。カラム・マクドナルドは、新月の瞬間のザール・ブリュッケンにおける、世界初演のパンフレットの解説において、作品をラスカートフに関連付けただけでなく、イラン・ボルコフの指揮と、BBC スコットランド管弦楽団の演奏による、ハイペリオン・レーベルの CD の解説文の中でも、 ラスカートフが作品を復元したと述べている。2009年1月30日にハンブルク法廷は常実の偽情報を含んだブックレットをつけてこの CD を販売することを禁止した。ハイペリオンレコード社はその事実を受けて自社サイトにおいてデータを改め復元した人物名をロバノバに修正した。その他にロスラベッツの生涯や創作についても誤った。 情報が見受けられる。例えば、ニューグローブ音楽大辞典や、オンのファンリージェンによるウェブ上の音楽辞典のロスラベッツの項目などにおいてである。ロシアの新聞、商業日報によると、モスクワの楽譜出版社、コンポジトルのもと、編集主官であった、ブラディ・ミルピクル、1937年生は、1991年に、 エフロシーニャ・ロスラベッツに協力て、ロスラベッツの作品がドイツの学府出版社ショットから出版することができるようにしたという。ピクルは本人の弁によると、その尽力に対して33,500ドイツマルクの報奨金を得て、それを我が子のドイツ留学の資金に充てた。その事実が、ティホン・フレンニコフに知れると、ソ連作曲家同盟に入るべき外科を不正に獲得したとして、 フレンニコはピクルを非難した。同年5月6日に、ソ連作曲家同盟モスクワ支部検察局により、ピクルに対して、抗金を料罪が言い渡された。巨額の外貨に利害が絡んでいたため、また、当時まだ、ロシアでは死刑に猶予期間がなかったため、ピクルはその罪状に対して、重殺刑などの局刑に処せられるのではないかと怯えた。その後、ピクルに対する尋問は停止された。 1992年3月になると、それでもソ連作曲家同盟が、ピクルに対する新たな尋問を強制し、新たな処罰が実行されたが、それも、さたやみとなった。その頃ピクルは失職して、グリゴリー・ボロノーフ、1948年から2008年、日位を譲り渡していたが、出廷して二度とも勝訴した。いずれの裁判所決議にもかかわらず、ピクルは、 各種になったとして復職せず、フレンニコフに対して33,500ドイツマルクに相当する賠償金を請求した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。